全身用意マーレ頑張れポムポムであります。今日は皆さんの疑問を解決のコーナーです。今日の疑問は、自衛官はヒゲを生やしていいのかの疑問であります。そう言われてみると、自衛官の方々ってヒゲのないイメージってないですかね。ありますよね。で、今回草加園に来てるんですが、こちらで見かけた自衛官の方も誰一人ヒゲがなかったので、その疑問を聞いてきました。ということで、その疑問発見、解決弾発射用意、次。わー、答えはヒゲは生やして良い、ただし条件があるです。こちらのアゴヒゲは基本的には生やしてはいけないことになっています。なぜなら、防護マスクをつけた時にここにヒゲがあると密着率が悪くなるなどの理由で、アゴヒゲは生やしてはいけないということに基本的にはなっています。ですが、この鼻の下、口ヒゲは生やしても良い、ただし上官の許可を取れたら生やしてもいいということになっているそうです。数十人の方に、聞いたんですが、ほとんど見たことがないと。100人に1人ぐらいいるんですかと聞いたら、いや、1000人に1人ぐらいしかヒゲを生やしてる人はいないと思うという回答が来ました。すごいレアですね。あと、ほとんど若者にはヒゲを生やしている人はいないと。生やしているとすると年配の方が多いかなという回答がアンケート結果でした。確かに年配の方でヒゲが生えていると迫力が増したりとか威厳が増すというように見えることもあるかなとは思うので、生やしたい気持ちもわからんでもないかなとは思います。でも基本的には生やしてる人はほとんどいないというのが結果です。ということで、疑問解決しましたか。疑問解決団団長、今また何か調べてほしい疑問などがあればコメント欄にお願いします。以上、状況終わり。